主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。ああ、はい、おもれきね、272回です。275 2です。272え272回272、はい、ああそうですよ、はい、はい、まずちょっと業務連絡が番組から業務連絡、はい、業務連絡があります、はあ、ですね、あの9月の28日にですね、2018年の9月28日にですね、あのおもれきグッズを注文のメールをいただいたんです、はあ、もう2ヶ月前なんですけれども、はあ、で、あのステッカーくださいって一言だけで、はあ、お名前も連絡先も一切あの記載されておらず、はあ、で、あの連絡先と教えてくださいと返事をしたんですが、はあ、未だ返事も来ず、うーん、2ヶ月経ってしまいました。そのなんだよ、 ペンネームとかも分かんない。あ、ペンネームも本名っぽいので、ああ言えない、ちょっと控えたいんですが、9月のイニシャルは NI さん。 N が名字、名前、ああ名前ですね。で I の方が名字の方で、 I さん、 I さんちの H さんね、N さん、N さんね、大丈夫ですか、はい、今日、うん、ちょっと2018年の9月28日にメールいただいているんですけれども、うん、注文が受理されておりませんので、そら届かん。はい、忘れてるわけじゃなくてずっと返事を待っております。それは注文なんですか。はい、ステッカーくださいってただでもらえると思ってるとかじゃん、まあ、どっちにしてもどっちみち送付先がないといけないのでご連絡ください。欲しければね。はい、まだ欲しいなと思っていただいていらっしゃれば、ね、はい、まずこれ1点目、うん、もう2つ目ですけれども、2個目、はい、このおもれきのね、この番組のイラストを描いてくださったおもれき美術部の、ああ加藤キャシー先生がですね、はい、漫画連載、連載されてます、始まったんですよ、うんうん、で、コミックミー、ああですか、ごめんなさい、コミックで漫画ミー、はあ、漫画ってカタカナでアルファベットで MEE で漫画ミーっていう、うん、なんかで電子雑誌、なんていうのこれ、そうですね、電子コミックっていうんですか、ね、なんでしょう、今こういうの多いんですってね。それはあれなわけ、電子版で紙はないの、本みたいな、自分で Kindle とかにダウンロードするわけ。なんかよく仕組みがわからないんだけど、なんかただで読めるのもあるし、続きは課金してねとか、あ、なるほど、なんかそれもね、いろんなその出版社によって多少ルールが違うみたいなんですけれども、うん、漫画ミーというところで、うん、連載が始まってるんです。そうですな、はい、ここちょっとネットが私通じないんですけれども、題名もちゃんとメモするの忘れたんですが、ホラー漫画なんですよ。怖そうですね。読みました。一応ちょっとはい、で読める範囲で僕第1話だけ読んだんですけど、はい、ちょっとこ怖くて続きも気になるんだけど、うん、怖くてちょっと僕怖いのあんまり好きくないので、ああそうなの、ちょっと気になりつつ触れずって感じです。なかなか刺激的な絵ですよね。なんか目がいっぱいある妖怪が、なんかすごい僕インパクトあって、でおもれきでね、書いてくださったるケリーさんと水月さんの二等身三等身のキャラクター全然違いますね。全然違う、まあ、こんなちゃんとした絵描ける、こちらもちゃんとした絵で描いていただいてるんですけど、うん、なんか
可愛くも怖くも、そうそうそう、やっぱプロだなって思いますね。まあね、変幻自在なんですね。おー、すごいな。大したもんだよね。大したもんっていうのも失礼だけど、やっぱプロなんですよ。ね、はい、非常に題名分かった？題名ね。ごめんね、キャシー先生すいません。仕込みベタで、ね、地獄の夜、はい、鬼の獄、地獄の夜、あ、鬼の地獄とか鬼の獄、地獄の獄で、うん、地獄の夜、はい、あ、ちょっと読み方いいのかしら。あ、そうですね。お肉にかもわからないしね、はい、あの間違ってたら先生またご指摘ください。ちょっとお色気シーンもあって、なかなか、うん、あの表紙というかあれはセクシーなね。そうですね、ちょっとちょっとお兄さん的にはちょっとドキドキしちゃう。ああ、そうですか、うん、ウブなんだね。まだまだチェリーなケリーさんですから。笑えない。あのね、おもれきの絵とは全然イメージが違いますので。そう、ね、って思われるかもしれませんが、うん、でもこれ週刊連載っていうからすごい大変なんでしょうね。ああね、そらそうでしょう。毎週出さないといけないわけでしょ、うん、でこれってこういう電子版の漫画雑誌って紙のコミックにはいつかなるもんなのかね。いや、なんかそのツイッターだと皆さんのご支援があったらそのコミック化されるんでよろしくっておっしゃってましたよ。そうですか、その出版社の方と話ができていけるんだ。そう、だからそれこそなんか結構どぎついエロチックなシーンとかどうしてもあれがかかっちゃうんだって、うん、モザイク、うん、モザイクっていうか隠さなきゃいけないとかあって、あ、 それが紙になるとオープンなんだって。あ、そうなんだ、うん、紙の方が緩いんだ。でしょうね。へえ。となんかツイッターでおっしゃってましたけど、うん、もうね、なんか僕たちのこと黒歴史にされないように。ああ、もうね、あ、おもれきなんですかそれって言われないようにね、見捨てないでくださいね先生。手の届かない人になっちゃいましたね。本当ね、大変でしょうけど。これ仕事の気休めになればいいかなと思いますが、ひいひい言うたんでしょうな。ねえ、ちゃんとアシスタントとかつくんでしょうね。あ、なんか募集されたりしてましたね、それこそツイッターで、うん、よくあるじゃない、ジャンプとか読んでてもさ、ダイナイ先生のアシスタント募集とかって。そう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 、 何するの、色塗るだけなの。知らん。あの黒い髪の人の黒くベタベタベタ塗りとかね、うん、でもスクリーントーンとかご飯でしょ。塗り絵とか僕ちゃんとできないから絶対はみ出すんね、うん、あなたにそんなこと求めてないから。はい、皆さんもぜひ応援してください。はい、さあ今日はですね、ちょっと漢字のお話を。漢字？はい、前にですね、はあ、まあ漢字という文字が中国でどのように発展してきたのかというのをお話ししたんですけども、うん、今回はですね、日本にやってきた漢字、トライしてきた漢字について、うん、そういう古代のね漢字についてちょっと、まあ、日本の漢字の歴史か、はあ、そういうのをねちょっと話ししていこうという回にします。日本での漢字の、はい、歴史ですね、うん、で、ちょっと参考にしてさせてもらうのがですね、うん、京都にあります漢字ミュージアムという博物館で、見て勉強してきたものを、うん、発表いたします、うん、はい。で、この漢字ね、日本に来るのは、日本に来る前までは日本には文字がなかった、うん、まあそうですね。古語集彙という、うん、インベノ・ヒロナリさんっていう方が、806年に書いた本によりますと、うん、漢字が入ってくる前の日本には文字がなく、物事は口で伝え合い、それを記憶していた、うん、という記録が残っています、うん、当たり前ですね。まあそうでしょうな。ねえ、
でもその言葉っていうのはこういう日常的な、うん、おしゃべりする言葉っていうのはその縄文時代弥生時代から使ってきた言葉の名残ってやっぱ今でもあると思うんですよ。大和言葉とかいう今の言語に、うん、言葉に、うん、その1000年2000年前の、ね、名残ってあるかもしれないじゃないですか、うん、だけどそういう記録とか伝承っていうのはどこまで分かるのかね。まあまあ、どういうこと？だからそのほら神話とかってさあるじゃない、うん、あの神武天皇がどうのこうのとか大和たけるが産んだかんたらとか、うん、あれってどこまで本当でどこまで嘘なのか伝承なのか分かんないじゃない。あ、うん、口頭で伝わってるわけでしょ。一時、まあ、一定の時期までね。だからね、そうするとやっぱりこう文字がないっていうのは不便なんでしょうなと思って。うん、あの南米とか中米のあのアンデス文明とかも文字のない時代って長かったから、うん、なんかやっぱそれ記録が私たち今の時代がの人があの当時調べようと思うとこれなかなか難しい。まあ、絵とかね、うん、壁画なんかとかね、それだけじゃ分かんないもんね。まあでもね、うん、ビジュアルがあれば、まあ、なんか手がかりもなるし、うん、日本はそんな何ていうの洞窟に絵とかってあるの、うん、ねえないね。あんまりあんまりっていうか銅鐸なんかにね絵が描いてあったりとか土器にねこうちょっとした絵はあるけど、だまあねどういう道具使ってたんだとかそういう情報は入るけど。いまいちですよね、まあ、もちろん言葉っていうのはね、うん、分かんないね、うん、さあそういう時代の中、大陸から漢字が渡来してきます、うん、日本が漢字文化圏に入ったと明らかに分かるものとしてはあの漢の和の名の国王の金印ですね、うん、あの漢の和の名の国王は天書体で書かれている感じ、まあ、あのハンコの、ハンコの面のとこですな。僕あれ買いました。あレプリカどっち、ゴム板安いやつやんか。ゴム板買いました。あ本当に、うん、700円だっけ、うん、それぐらい5,600円ぐらいであっちの方買ったやつ、あの金属のやつ。いや2,000〜3,000円するもん。いやもっとするでしょ。あもっとするのあんの、うんうん、でちっちゃいじゃない。そうそうそう、本物も僕も博物館で見ましたけど最近意外とチャッチ、うんうん、でもよくあんなちっちゃいとこにあの本当に何平方センチメートルなんでしょうねあれね、うん、2平方センチメートルぐらいの大きさにこんなにいっぱい漢字書くんですよね、うん、で五漢書統遺伝っていう中国の歴史書の和人の上ってとこには和がって和ってあの和国の和ね、はい、西暦57年に五漢王朝に貢ぎ物を捧げた時皇武帝が印珠を使者に与えたという記録も残っています、うん、西暦57年今から2100年ぐらい前。ああ有名なあれじゃないですか、日本史で勉強したでしょ。この漢の和の名の国王の箱もらったやつでしょ。そうそうそう、五漢書統遺伝の建武中元2年ってやつですね、うん、あそれ建武って室町時代じゃないや、向こうの言語ですね。それを話すとまた長くなります。はい、またいつかそれはそれをまあ五代五天のは習ってやったんだけど。あ、そうなんですね。はい、また今度しましょうね。はい、まずこれが一つ記録的に、うん、まあ日本がまあ漢字文化圏に入ったって分かるものですね。うん、あと土器、うん、銅鏡、この辺にも漢字らしきものが見受けられます。うん、弥生時代後期ですね。2世紀頃から古墳時代前期。4世紀初め頃ですね、うん、文字らしきものが書かれたり刻まれたりしているものが出土 しています、うん、で漢字を使っているように思われるような字もいっぱい見られるんですけども、うん、文章として成り立っていないそうです、うん、で銅鏡
ではですね、うん、漢字として刻まれているはずの文字が文章が文様になっているそうです。うーん、漢字を文字としてまだ日本人は理解できていなかった、受け入れられてなかった、道具としては使えてないってことね。その文化としてはなんかかっこいいけどみたいな、そういうの。何、僕たちだったら何、何でもほら横文字で書いたら英語にしたりとか、実は結構恥ずかしい文章だったみたいなっていうようなのを、この1800年ぐらい昔の人たちは、うん、ナウイじゃんって、うん、まあね、まあ、もっとまじない的な要素とかね、やっぱりそういう特別な霊力があるんだみたいな、うん、あの形に、形っていうか、まあその尊い先進国から入ってきたもんだから、ああそうだね、生かした国だもんね、うん、そういうのが土器とか銅鏡に見られたそうですね。うん、なんで、あ、そっか、漢字だからやっぱり今でも読もうと思ったら読めるから、うん、訳してみると意味が分かさっぱりってことなんだね。もうあるしね、三角縁真珠鏡なんか結構有名じゃないですか、はいね、文章、はい、まあ、あれなんか文章読めるし、あ、まあ、いろいろね、そう、中国から伝わったものは文章として使えるけど、それをまあ、そういうことか、真似たりとか日本で独自に国産の銅鏡は、うん、まあ、だけじゃないかもしれないけど、あ、まあ、そういう傾向があるじゃないですか。なるほどね、うん、はい、続いて、あ、他にね、やっぱ漢字っていうのがどのルートで来たのかなって分かるようなこともあって、朝鮮半島経由で来たみたいね、うん、というのはですね、紀元前、あ、まあ、朝鮮半島は紀元前108年に中国の支配下に置かれて漢字文化圏に入ったそうです、うん、これは、ね、大宝軍とか楽浪軍ってやつ、あ、まあそうですね、北部はそうですね。で、その朝鮮半島経由か、漢字文化圏に入った朝鮮半島経由で日本に来て、うん、5世紀前半に朝鮮半島で使われた朝鮮半島オリジナルの漢字ってあるんですって、うん、中国にはないけど半島にはある、うん、で一つがね、あの目、漢字のお目目の目横にして、目を横に、漢字、漢数字の4みたいなの、皿みたいなですね、うん、にその下に止めるっていう字、わかります皆さん、上に漢数字の4みたいな目の漢字を書いて、うん、下に止めるという、うん、これをね、日本でいうと、あの岡山県の岡に該当する文字なんだそうですけれども、うん、これは朝鮮半島で生まれたオリジナルの文字、うん、これが日本でも使われてる、だから朝鮮半島経由じゃないかっていう説なわけね、うん、はい、もう一文字ね、蔵、木偏に京都の京、蔵って読むんですけども、これもあの朝鮮で生まれた文字で、これ高句麗って国があったでしょ、うん、ここに福良っていう都があったのかな、木偏に浮くっていう字、三髄か、浮くは風の回すよね、うん、その三髄じゃなく木偏、うん、それに京都の京って書いて、うん、福良って読んでたのがなんか略されて木偏に京都になって蔵って読んでたみたい、うん、これもただ中国ではないけど朝鮮半島にあって日本にもあるか使われてたそうだから、やっぱ朝鮮半島経由なんだなってことが考えられる、うん、でこの蔵の字って今も使いますよねまあね、たまに見る、うん、なんか僕昔住んでた町の各駅停車も止まらない駅の名がこれだったけど、各駅停車も止まらない駅、うん、それは駅じゃないんじゃないの、いや駅で朝一本だけとか通勤時間と時しか止まらない駅があったんですよ。今もあんのかなこの駅、小倉池なんてね、京都の南に昔あった、干拓されちゃったけど、小倉池の蔵はこの字ですね。これ朝鮮半島経由なんですって。で5世紀の初め頃になると本格的に漢字が
入ってきます、うん、漢字も使われるようになってきて、応神天皇の王子が、うん、クダラが派遣したアチキさんやワニさんを先生として経典を学んだという記録が日本書紀に載ってるそうです、うん、であと朝鮮半島経由で、技術者が日本に渡来もしてきます、うん、これもこういうの古事記にも載っているそうです、うん、でこういうところから漢字の分かる人たちがどんどん日本に来るようになってきた、うん、で各地の古墳から日本の地名人名を漢字で書いた鉄剣などが出土しています、うん、この頃になると漢字が伝わり文字として理解されているということも分かっもう分かってきた理解されてきたんだなっていうのも分かるし、うん、さらにその数十年後には、地方の上層階級の人たちにも漢字が理解されてきたんだなってことが分かるそうです、うん、あの鉄拳なんかそうじゃないの若武尊のおーそうそうそうなあの変なあの口の中にバツがいっぱい書いてある感じあるって言うんだっけそうですね、うん、書けないんだけどもやっとしか思い浮かばないですあの若武尊のあの有名な鉄拳とかってこれ奈良とか関西じゃないんでしょこれそうですね埼玉とか関東ですね熊本ですね熊本でも出てきてんの、うん、枝船山古墳のああ聞いたことあるわ鉄拳鉄塔かな、うんうん、ねそうそういうことでもう全国もう各地ですね、うん、あのまあ全国ってわけにはいかないですね北海道まで行った感じはちょっと違うのであ、まあ、まだね古墳時代でまあ福島ぐらいかなって言われてますね大和政権の陸奥の入り口ぐらいまで、うんまあ、関東地方北関東ぐらいまでが、うん、こう伝わったのかなってことですねでさらに5世紀の初め頃には漢字の書物も渡来しております、うん、論語とか千字文、うん、千字文っていうのはなんか中国の漢字の教科書的な書物だそうですね漢字千文字で一つの文章になっててあそうイロハに覚えてたそうそうそうそれを覚えるとまあ千字の漢字が使えるへえすごいですね、うん、小学生もそんなに覚えないですよね今いくつかね700-800ですよね確かね大学受験でいくつだっけ4000とかだっけ そんなに違ったっけ、うん、4000ってすごくないすごくなくないでしょもうねちょっと勉強したんですけどこれとは違う勉強したんですけど、うん、人ってね、うん、一般論よ一般論よ、うん、18歳に、うんなる頃まあ大人になる頃までには大体ね6万の言葉を覚えてるんだって言葉ね漢字じゃなくて、うん、漢字もでも、うん、まあそういうのも込みなんじゃないかなって思ったら、うん、まあ4センチぐらいは漢字でしょ、うんうん、できてもおかしくないのかな、うん、4センチ書けちゃったら書けるかな4千個書きなさいってああ何でもいいから、うん、まず関数字かけるじゃん1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,100,1000,100,0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 00
けど100は書けるやろそら。でも書こうと思ったら書けそうだよね。奇変ばっかりで何十個って書くでしょ。そうだよね、うん、魚編に春夏秋冬書けないし、奇変も春夏秋冬いくもんね。あ、いけそうね。かまあ、まあ、4000か。だってちょっと自信がない、ね、あ、でも1000ぐらいは絶対覚え、1000は絶対だよね。だって小学校でもう4800覚えてるんだ、学んでることになってるんだから、うん、で大人になって覚えるのとかもねありますからね、うん、あと適当に作れそうだしね、分かんなかったら。どういうこと？奇変になんか書いとけ当たりじゃ当たるんじゃないか。使えないけど、うん、なんとなくあるか、うん、こんなあるっぽいもので書きましたとかできそうですね。はい、513年百済から五経博士、五経博士、五経博士の段陽に、うん、っていう人が来た、渡来しました、うん、で儒教の書物がこの人の影響、この人が儒教の本をいろいろ持ってきたみたいで、
儒教の書物が本格的に読まれるようになったそうです、うん、続いて6世紀半ば、うん、マスカ時代ですね、うん、仏教が伝来します、はい、聖徳太子が仏教を正式に宗教にしたことにより各地に 寺が建てられ一切経を独受されたり、うんうん、書き写されたりしました、うん、ってことで全国各地に仏教関連の、うん、仏教関係を通して漢字が広がっていくってわけなんですか。でも昔は漢字はあれでしょ、中国語なんでしょ。どういうこと。だ漢文でしょ。あ、日本語になってないんでしょ。だから偉いね役人さん、漢詩で漢文できないと。ああ、まあでも基本ですよね当時は。まあそうなんだろうね、僕やだなそれは。まあ今で言うと映画ペラペラな感じ。いやもっと近いでしょう。あ、そうですか。はい、次大化の改新以降ですね、うん、役人が政治を行うことで文書が重要な役割を担うようになってきます、うん、文字を読書できる下級役人が大量に必要になってきました。読み書きじゃないかな。あ、読み書きか、うん、そうですね。本じゃないでしょ。読めるだけじゃダメだよね、うん、書けないとダメですね、うん、で、中央では大学寮、うん、地方では国学、うん、これね学校ですか。そうですね、役人の養成学校。お、大学寮と地方は国ごとに、山城の国とか讃岐の国ごとに国学っていう学校があって、県立今行くで、まあ、中央の、まあ、都に大学がある。おー、でもさ、なんか中央は都だからさ、うん、なんかこんな、 なんか学校大学みたいなのってさ、うん、あっても不思議じゃない感じがするけど、うん、地方なんかでこんな学ぶ機関なんか当時本当に、いやだ、まあ律令制だ、全国支配しようと思ったらもう漢字で記録がなきゃ無理でしょ。あ、そうだね、5人や10人の村なら口で済むけどって話なんで。だから学校があったわけでしょ。そうそうそう、だから地方の、だから一定数のそういう役人がいないと成り立たない地方の支配か、うん、あ、地方公務員用の学校だ、ね、そうだ、地方の豪族も結局そういうスキルを身につけないと生き残っていけないから。そうだね、だそういう学校は需要があるわけです。でこういうところで漢字や漢文を学びます、うん、で読解の授業、うん、ね、リーダーですね、まあ、テキストね、リーダーでは、うん、何ですかこれ、うん、収益、収益、うん、なんていうか、あの陰衆の衆ですね、まあ益教っていうね、儒教の本のなんかその解釈書みたいなやつだったかな。あと何でこれ少々、少々、少少、あの直って書いて、うん、の書くで少々、うん、などの儒教の教書を教科書にしている、うん、で中国語の音で読んで後でその意味を学ぶっていう勉強の仕方、うん、まあ、ともかくニーハオとかこう聞いて、うん、あ、こんにちはってことなのかっていう風に学んでるって感じなんでしょうかね、うん、大変ですね昔の役人は、うん、日本語も使えないとダメだし中国語も、うんうん、まあでも外交官とか英語ペラペラじゃないとダメなのと考えると今も変わんないですね、うん、まあ、そこまでなんていうかな、その中国語で実際に会話するわけじゃないんで、あ、解釈ができればいいわけ。じゃあ記録も中国語で書いてるわけ。いや漢文じゃないですか基本、うん、漢文だね。でも実際それは読むときはそのね、その返り点っていうか日本語としてあったね、あったね。解釈ができればって別に喋り言葉は求められないでしょ、うん、あ、そうかそうか、向こうに行かなきゃいいんだもんね、外交官別だから、うん、なるほどね、はい、あ、やばい。では続いて、やばい、時間が、はい、
文章、今度な明日か奈良時代ぐらいも入ってくるんですけども、うん、あやっぱ文章は、漢文で書きます、うん、地名や人名などの固有名詞は漢字の意味を捨てて音だけを借りて綴る方法で書いていたそうです、うん、当て字みたいなです、ね、よろしくみたいな妄想族のよろしくみたいですね、うんうん、でこのやり方が次第に漢字の意味とヤバト言葉が結びつくようになってきて、うん、漢字は日本語ではみんながこう読むべきだという決まりができてきます。つまり訓読みっていうのが生まれます、うん、なるほど。今までこれより前は音読みしかなかったんですけども、うん、訓読みでが生まれてきました。なるほどね。7世紀後半のものなんですけども、北大津遺跡ってところから出土した木簡は、うん、7世紀後半だから800年代か、そうです、奈良時代ですね、うん、訓読みが成立していたことが分かる木簡なんですって、うんうん、違うな、600年代の終わりですね。あ、ごめんなさい600年代の終わりか。大化の改新、まあ大津京か、うん、だ天智天、天智天武とかその時代ですか、うん、はい、で万葉仮名っていうのが生まれてきます、うん、漢字の意味を無視し音読み訓読みだけを標音的に用いた文字です、うん、奈良時代の万葉集で使われた仮名なので万葉仮名と呼んでいます、うん、別に万葉集が初めて万葉仮名を使ったわけではないよ。もちろん、はい、だからこれが前もお便りでね、ケリーさんと水月さんを漢字に当てて原稿作ってくださったのもありましたが、 あれが万葉仮名なんでしょうね、うん、まあ、だから訓読みも出てるから、うん、だから今の別にひらがなみたいな感じで漢字を使ってたり、漢字の単語も使うし、うん、ひらがなの部分も漢字になるから全部漢字だけど意味を表してる漢字と音だけの、音を読み取れれば、そうそう、日本語っぽく読めるんだね、うん、音だけの漢字とが混ざってるっていうことですね、はい、和歌漢文、うん、和って大和の和ね、うん、がだからね、和風化された漢文ってことですね、うん、はい、漢字の文章様式でありながらその中に日本語の要素が混ざっている文章を和歌漢文と言います、うん、語順や語彙などに日本語の影響があるため漢文としては読めない、うん、だからレテンとか入れると読めなくなっちゃうってことですね、うん、奈良時代から日常的に文章や戸籍などを書くときに広く使われたそうです、うん、で10世紀頃からは貴族が、和歌漢文で自分の日記を書くことが盛んに なって手紙なんかもこの和歌漢文で書くようになってくるそうです、うん、でもう一個訓読記号ですね、うん、これさっきから出てるあの漢文を読むためのレテン、うん、レテン、あとはなんか123とかってついてたり、そうそうそう、帰り点ですね、そういうのが奈良時代の後半にはできてくるんですね。あ、もう奈良時代後期の書物にはそういうふうに訓読記号がついてるそうです、うん、難しいよねあれ、うん、簡単そうで難しいよね、うん、まあね。で最後です、国字、国字、うん、国字、国字、国の字ですね、うん、この漢字が伝わって2、300年は経ってんのかね、うん、日本独自で作られた漢字っていうのが出てきます、はい、多くは漢字の意味を組み合わせて一つの漢字を作る方法によって作られたものが多いそうです、うん、例えば働く、ああ人間に動くですね、労働の道、うんうん、タコ、空飛ぶタコの方ね、うん、なんていうのこれ、この風のなんていうの、ね、外側のやつに巾着の巾ですね、そうだよね、匂い、うん、下旬、中旬、上旬みたいなあれ火だけど、はあ、カタカナの火になってる、ややこしい難しいな、匂いはわかるでしょ、この字しかないじゃん、匂うしと
間違えた。この字しかないじゃん。そうだね。塀。あ、壁の塀。うん、あ、土塀の塀ね。うん、はい。峠。ああ。これも日本で呼ばれたんだね。まあ、山に上下なんてのはいかにも国字っぽいよね。そうね。枠？うん、え？水。水。よう、あ、これなんなん？国水主義者とか水って。米辺に九と十って書いてあるね。うん、そうそうそう。畑。火に田んぼの畑、うん、もう一丁畑、畑山市の畑って、ね、うん、あの字白、これ字、字に田んぼ白じゃないかな、うん、ね、畑山緑の畑そっちの畑山あれそうでしょ、室町幕府のあれ、ね、畑山も一応ですよね、まあ、そうだけど、ね、ちょっと現代 の、 その畑山見てるのが分かるか、うん、おもれきなんだけど笹、笹、竹がんぶりに世界のせい、うん、これも日本語なんだね、あ、麹、はいはい、米に花、はい、あ、これ日本っぽいね、確かにね、国字っぽい、うん、マムシ、エビ、エビでしょ、エビか、うん、虫編に老人、うん、しつけ、あ、みん、え、身を美しく、あ、うん、病、画病の 病、てっぺいちゃんって書いて、あ、てっぺい、ね、金平ちゃんか、金平か、しずく、しずく、へえ、雨の下、いわし、うん、マロ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 って、うん、あの朝にロって書くじゃない、昔のマロさん、まあ、まあどっちもありますね、あれくっついちゃうとマロになるんだ、まあ多分そこでしょうね、あ、そう、これみんな奈良時代とかにできたのかな、え、うん、へえ、なんか漢字ミュージアム行った時に、うん、このやっぱ独自の漢字を作ってみましょうコンテストっていうのがあって、ああなるほど、応募したのよ、ああなんか私やってんね、うん、でどんなの考えたの、耳辺に、耳辺に、うん、電気の電、横に電気の電って書いたの、電気の電って、うん、え、電車の電、エレクトリック、うん、はあ、うん、何、電話、ラジオ、ラジオ、うん、電波でもいいしさ、これはポッドキャスターですもん、厳しいな、うん、書いててなんかスタイルが良くないなと思って、そうやね、うん、いや、やっぱ佳作にもなりませんでしたね、ならんでしょうな、うん、残念です。じゃあ次回もですね、漢字のお話いきますね、終わり、はい、次回はあの平安時代以降のお話を、かなの話、ね、はい、なってきますよ、はあ、ではお便りいきます、手紙、はい、はい、ローローさんからいただきました、ローロー、はい、8月24日にいただいております、ただいま 3,4 ヶ月遅れてお便り紹介しております、大変だね、はい、こんにちは、いつも多方面にわたる話題を提供してくださりありがとうございます。毎週日曜の朝が待ち遠しくてなりません。さて、おもれき第33回、富岡製糸場を聞いてからずっとここを訪れてみたいと思っていました。しかしながら当方関西在住のためなかなかチャンスがありませんでしたが、この夏たまたま仕事で東京に行くことになり、直後に休暇を加えて訪ねてきました。東京発着のバスツアーがあったので工場をゆっくり見学することはできませんでしたが、ケリーさんが水月さんにあげていたプレゼントしたカイコのチョコレートは確認できました。懐かしいですね、あったね。当日はガイドのおじさんがいろいろと説明をしてくれたのですが、印象に残っているのは次のことです。この工場はフランスのお雇い外国人、ポール・ブリューナーが建設したそうです。うん、月給が約750円だったそうです。うん、当時の総理大臣の月給が800円ほどだったので、日本がいかにこう近代化に力を入れていたのが伺えます。また女工さんの給料や待遇も破格だったそうです、うん、三等工女の月給が1円、うん、当時2円あれば大人が1年間生活できたそうなので驚きです。
しかも工場内に住居があるので生活費はかからず、1日の労働時間は8時間、日曜日は休みで、盆と正月は休暇がありました、うん、超超ホワイトの職場だったようです今度はツアーではなく個人で訪ねて、水月さんが言っていた休校食堂にも立ち寄ってみたいと思います。あ、そんなこと言ってたね、はい、このメールを送るのは残暑厳しい頃ですが、読まれるのは秋も深まった過ごしやすい頃でしょうかと。いい読みです。寒いですね。あ、もう過ぎちゃった、はい、すいませんね、うん、富岡製糸場ね、うん、ずいぶん前ですよね。あ、富岡製糸場の話したの、なんか本当初期の33回って言ってますな。あ、そっか、本当最初期の名作ですね。名作だあんたが言ったんだっけ。あ、僕が、そうよね、僕が何しに行ったんだろう。あ、東京に行った、違う違う、東京にっっあの研修で行ったついで に, ついでに群馬の友人訪ねて、まだ世界遺産になる前ですよ。あ、直前か。で僕は行ったけど休館日で中入れなかった。あ、で唐辛子とお蚕チョコだけ買って帰ってきたんだと思う。あ、残念ですが、なんか今結構ちょっとブームが下火になりつつあるらしいね。不便じゃん。まあそうだけど、行きにくいんだもん、うん、せちがらい話だよね、はい、うん、まあそういうもんや、次から次に世界遺産はね、認定されてね、なんか一切になった時もすんごいお客さんだったらしいけどだって日本人ってそういうもんでしょ。うん、はい、続いて、アプリからお便りいただきました、浪費さん。浪費、はい、えらいお若い、浪費って書いてるよ名前が。あ、本当、こっち浪費、中は、あ、はい、そうな、浪費さん、ああ、ずいぶんお若い方ですね。あ、本当だ、すごい。こんにちは、昨年からおもれきを聞き拝聴させてもらっています。昨年は高校受験で少しでも歴史の勉強をしたくて聞いているうちにどんどんとハマってしまいました。野菜の会や一人称、特攻隊などを何回も再生しています、うん、そして最近私は彼氏ができたのですがうえういしいな。昔の人は好きな人ができたりしたらどうしていたのか気になりました。いつの時代から両思い同士の結婚ができたのか気になります。その辺のお話をお願いしますといただきました、うん、なかなか高校生からいただく、らしい、なんか来ることないですけど、まずですね、恋人ができてもうこれ3ヶ月前ですけど、ああ、まだ続いてるかな、育んでるのかな、うん、生意気ですねお年頃。水月さんは春は春、年中春みたいな。あ、本当ですか、ウハウハ、そうそうそう、ハーレム状態ですか、頭の中がね、うん、嘆かわしいですねお前に言われたくない。いや、僕は常春ですからね。常春、うん、ご幸せに満ち溢れていますから。それはあやかりたいね。ね、なんかよく聞くのはなんか戦前ぐらいまでも完全になんかお見合いがほとんどみたいな風に。まあ戦前どころじゃないよね、昭和の30年代40年代までって7割とかでしょ。あ、そうなんですか。お見合いで結婚でんの。でもなんか満腹なんか見てると両思いで結婚してるよ。あ、だからネタになんでしょう。あ、ねえ、まあね、恋愛結婚しても難しいしね、お見合い結婚してもね、幸せになってる人もいるしね。そりゃ一概に言えないですね。お見合いは？お見合い、うん、したことある？お見合い、いや、なんでこんなところで言わなかったあ、そうですか、突然プライバシーを訴えてきましたが、うん、そうですか、まあね、何でも構いませんがね。またあのね、ちょっとこの辺のねネタね、実はちょっとしようかなって思うのはあるんですけど、ちょっと機会を伺っておりまして、あ、またちょっといつかやれたらと思いますはい、続いて最強ムーちゃん。最強ムーちゃん、はい、はあ、ね、これもね、アプリから、あ、また若い子だ、あのアプリからいただいたんですけども、まあ、あの年齢は自由な、あの年齢いくつぐらいですかっていうのを、あのちょっと、ね、選択できるとこあるんですけども、実際以下、マジすごい、一桁台ですよ。すげえな。最近生まれたんですよ。
おもれきすごいね。はい、老若男女問わず愛されるおもれき。8歳9歳から上は、はい、何歳上は果てしなく、果てしなく、はい、素晴らしいね。はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。204回の話で給食の話をしていたので少し話したいです。今日の給食、いや、ごめんなさい、今の給食なら味噌ラーメンかほうとう、うどんが出たりアイスなども出たりしますよ、というふうにいただきました。すごいな。僕はね、多分ね、最強ムーちゃんはね、山梨の人だと思います。ああ、まあ、うーん、ほうとうって山梨じゃない？いや、そうだけどね、うん、全国各地で今ほうとうって食べるの？なあ、どう、なんかそういうほら地方の料理を出したりみたいなのあんじゃないの？ああ、そうか。いろんな名物。まあね、成城石井とかでも売ってるもんね。だ、麺ね。うん。ああ、アイスなんか溶けちゃうじゃんね。え？アイスって出なかったっけ？私は給食経験がないので。ああ、そうか、あんたないって言ってたね、うん、ちょっと生かした町だったんでなかったんですけど、うん、アイスクリームって出るの？アイスはないか。あ、溶けちゃう、食べてる間に溶けちゃうな。いや、でもね、結構カチカチで、ゼリーとかは結構カチカチのが出てて、食い終わる頃にはちょっとふにゃってなるみたいな。ゼリーはいいじゃん、アイスクリームなんかベタベタなの。結構あの、なんていうの、カッチンカチンなの、ハゲだと最初もそうやし、うん、結構なんていうの、あの保冷っていうか、あ、そんな、ああいう感じで、そんな贅沢なことしてるの？いやいや、そう、器だけじゃん。ああ、え、アイスクリームとかで棒アイスかカップアイスでしょ？カップでしょ。こうなんかスプーンでこんなあの丸くは、あのサーティワンアイスみたいなのしてくれないでしょ？カボって、カボってなことするわけないじゃん。ああ、一人一人に給食みたいな、それはないな。あれ難しいよね。こ, こ, これあの、なんちゅうの、あのまん丸にするアイスクリームのあの道具、あれさ、なんかバイキングとか食べに行くとあるじゃん、そういうの時々。ポテトサラダ用のでアイスクリームさするじゃん。なんかさ、中身の薄い、密度の薄いさ、なんかアイスクリームできてさ、あれサロってなのね。31のそこギュッて詰まってるじゃない。どうやってやるんだろうね。はい、お兄さんたちはちょっと給食にアイス食べたことないな。ラーメンもないっすな。それこそ麺伸びないのかしら。ねえ、むーちゃん何年生なんだろうね。そろそろ社会科で日本史の勉強始まったかな。いやいやいや、9歳8歳にしては立派な文章じゃないですか。ねえ、またお便りくださいね。はい、うん、はい、ありがとうございました。じゃあ今日はね、ここまでにしましょうね。終わり。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。おもれきアプリがアップストアで、無料配信されております。過去回、アップストアなんだって。あ、だそうなんだ。アップストアだって。またちょっと後々のお便りで読むんだけど。あ、本当に？アップストアなんですって。あ、そうか、APP。はい。あ、はい。アップストアでございます。はあ、はい。無料配信されております。過去回から最新回まで聞くことができます。ちょっと最近ね、バージョンアップして、うん、第何回は何月何日に配信したかっていうのをちょっと、ね、どんどんカスタマイズされてるね、はい、すごい。しておりますのでね、ぜひご活用ください、うん、あと YouTube でも過去の回を配信しております。こちらでもおもれきをお楽しみください、うん、そしておもれきグッズも、販売しております。特設サイトおもれき .com をご覧ください。また名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売しています。こちらもご利用ください、うん、先日ちょっと納品に行ってまいりました。あ、はい、ちょっと補充をしておきましたが、ステッカーがもう残り少ない、ステッカーじゃない、マグネットはもう残り在庫残りわずかになってきましたよ。
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。